あ、こんばんは。昭和男みっちゃんねるでございます。本日はですね、ちょっとまあ今日もですね、日曜日ということで、まあ、しかしこう体をね、今日休めまして、ディディフードあまり1軒しか実はやってないんですけどね、まあ、それでもですね、面白いことっていうのは起きるもんで、こうね、店ってね、この最近はね、その店の名前とその注文で入ってきた名前がね、違うってことは結構あるんですよ。でつまりね、その昼間はその別の店をやってて、でその DD フードだけにですね、その厨房の中だけで、ね、やっているお店っていうのはね、時々あるんですよね。だから外に出てるお店の名前と、で DD フードだけに入ってくる名前、だから行ってみたら違う名前が書いてあるお店があって、実はその中が本当はですね、そのお店であるということがね、時々あるんですよね。だからね、違うお店の名前でうろうろしてしまったることがあるわけですね。またこういうのもなかなかね、結構あるあるじゃないかなと思うんですよね。もうそれでもう僕2件それあったんですけどね。で思ったことはですね、近くにいたこう DD フードの、ね、配達員の方がね、助けてくれたんですよね。そこじゃないですかってことでね。でちょっと前ですけども、まあ、別のその方はね、配達員ですね、黒猫大和だったか佐賀急便だったか忘れましたけども、そのお兄さんもですねすいません、そのお兄さんもですね、僕がまあ道というかですね、その建物のビルの名前を聞いたらね、快く教えていただきました。なんかそういうか、あの配達員同士のですね、心の交流というかですね、まあ、お互い助け合うというかね、そういう感じもね、非常にこういいなと思いました。以上ね、昭和男みっちゃんねるでございます。ご清聴ありがとうございました。